はい、YouTube をご覧の皆さん、おはようございます。今日はね、8月16日の、お盆休み、一応まだお盆休みになるんですかね。8月16日は盆休みでしょ。8月16日に、今日は、撮っております。一応盆休み明け、今日から、お仕事をね、また再開っていう感じなんですけど、はい。昨日ね、8月15日は、関西とか、東海、中国地方あたり、台風の影響でね、非常に、被害が出たところとかもね、あったようで、すごい雨やったで。私のところはね、何事もなく、なんとかね、無事に行けたんですが、すごいね、すごい雨と、雨風、そうですね、風言うてもね、ちょっとの時間帯あんまり影響なかったかなっていう感じなんですけどね、影響的にはね。結構ね、そうですね、雨もよう降っとったんですけどね、一日中降ってましたね、昨日はね。何事もなくね、無事に、また今日もね、何事もなく仕事もできてね、幸せなことだというふうにね、受け取りまして、どう思うようにしよう。そうですね、頑張っていこうかなと思います。本日はね、今から南港の方にね、積みに向かいまして、で一発ね、当日便のね、仕事をしまして、これからまた北陸の方に行く仕事になっております。はい。やっぱりね、私的にはね、こういう仕事が向いてると言いますか、昔から、やってるというかね、昔からこういう仕事はね、ずっとやってきましたんで、やっぱこういう仕事が慣れてるっていう意味合いにおいてもね、やっぱ合ってるのかなと。結構新しい会社とか行ってもね、結構すぐ対応できるというか、仕事の内容的にね、あまり変わらないというか、やっぱりね、新しいことをしようとするとどうしてもね、やっぱり慣れない部分があってなかなか大変なんですが、こういうね、大型トラックのウイング車の仕事っていうのは大体ね、限られてくると言いますかね、荷物はね、いろいろあったりするんですけどね、そういうのも長い期間ずっとやってきておりますので、慣れた環境でね、道も、関西とかね、関西、東海、北陸、関東か、この辺はね、道も大体わかるし、そういう仕事をね、長らくやってきましたんで、慣れた仕事をね、結構ちょっとね、新しいことに挑戦したいなって思ったりもするんですけど、なかなかね、年齢的にもね、対応できていかないというかね、やっぱりきついですよね。体が動かないし、覚えることも多いしみたいな感じでね、なかなか大変でしたね。今日はね、パレットバンザイということで、レッドバンザイパレで積んでいただきまして、おろしの方はね、自主荷役っていう形で、
自分でリフト乗って降ろす自主2役ですね、まあ、それのね当日便を、しまして、でまあまた北陸の方に登っていくということで、また今日も一日頑張っていこうと思います、はい、それではとりあえずね南高ですね、住之江区の南高の方にね向かいたいと思います。いやー阪神高速も順調ですね。阪神マジック点灯万歳、運行量下げろ。いつもはねこの東大沢線でめっちゃ混むんですよね。いつもは阪神低速なんですけど、今日に限っては阪神高速と呼ばせていただきます。はい、すごい空いてる、すいすい。朝の7時20分ね、朝の7時20分だったらね、だいたいもう停滞してますよ、だいたいいつもやったらね。やっぱりまだ盆休みの影響、あるでしょうね。まだお盆休みですね、基本的には。そんなもうスイスイ行きますね、はい。まあ、ちょっと混んでるみたいですね。でも工事渋滞2キロってなってますね、千葉から阿波座工事渋滞2キロ。まあ、いつもに比べたらね、もうほんまこれ渋滞2キロなんてね、まあないようなもんなんで、はい、非常に朝から気分いいなと、気分よく運転できるなと、はい、そんな感じで、大阪のね街ね、見物しながら、余裕のよっちゃんで、余裕のよっちゃんいか、運転していってね、今日も一日、安全に、何事もなく、行こうかなと、行きたいなと、まあ、そういったとこですね、はい。まあいつもならね、この辺もねがっつり停滞するわけですけど、いい感じで、はい、まあ若干まだあれですかね、遊びの車も渡ってるのかな、遊びの車、まあお仕事の車、お仕事の車が多いでしょうね、ぐらいのあれになると、ちょっと流れ悪いみたいな、流れ悪い、どうしよう。まあ、でもね難航なんでね、住み地が難航なんで、もう、まあ、これぐらいやったらしゃあないかな、これぐらいやったらしゃあないかな、もうおとなしくしときますかって感じですね。見込み完了、下ろしに行くよ。はい、南高でセット完了してきました。朝の8時半ですね。左方向です。もうねとっとと高速に乗って乗って、もうちゃちゃっと行きます、はい。今日はね、阪神高速湾岸線、ね、一発地場をねしまして、で昼から、富山県の宵泉ということで、ね、まあ宵泉というか、まあ富山県のもう宵泉というか、積んだら走りますけど、まあ、富山県ちょっと遠いんでね、はい、一発地場をかまして、中距離ですね、はい。まあまあこれぐらいがいいんじゃないですか、これぐらいが、距離ね。もうそうですね、富山県までだいたい350から400キロ、400キロ弱ぐらいかな、400弱ぐらい、
ウェイが一番いいかもしれない。千葉配達終了、富山行き積み込み。ちょっとね、休憩取っておりました。積み込みに、向かいます。住野駅、新浪和筋かな、新浪和筋なのかな、これ、新浪和筋で、積もりのところから大正区の方にね、積み込みに向かいます。まあ、まだまだ今日はね、お盆休み、お盆休みですね。まだお盆休みのところ多いですね。はい、まだ明日、とりあえず明日から本格的に仕事再開する人が多いんじゃないでしょうか。多いんじゃないでしょうかね。はい。積もりのところから橋渡ってね、ぐるぐるの橋渡って、大正区に向かうという感じです。はい。橋渡って大正区へ。ぐるぐる回る橋、ぐるぐる橋。正式名称はよく知りません。これね、2つあるんですよね。この西成の方から行くぐるぐると、住之江区の方から行くぐるぐると2つあるね。これは西成のね、積もりの方から、行くぐるぐるです。でもう一個はね、住之江区のね、あれは何ちゅう、南港通りっていうのかな、何ちゅうかな、あれ何しかね、大和宅急便があるところにつながってる、橋がね、ぐるぐる橋が。なんかね、こういうのが多いんですよね、この辺はね。景色がすごくよろしくてね。で、前に見える赤い橋がね、阪神高速の南港大橋っていうかな、あれが。この辺はね、もうこういうね、ぐるぐるの橋とかね、多いんですよね。目回るわって感じで。目回しとったらあかんのですかね、目回さんようにね、してもらって、もうゆっくりね、ゆっくりでもええんで、ここはそんな飛ばすところじゃないんで、大正区っつったらね、もうほんまもう工業地帯なんでね、踏み込み完了、バテバテの時期のバラはきついです。バテ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 
バテバテ。バラやった。まあ予想通りですけどね。予想通りのバラでした。はい、いやーまあね軽いんでねまだ軽いんで。一般道です。実車です。軽いんでまだ助かっとるけどね。あーいやー暑い。ここかも。え、中央分離帯あるやん。行かれへんやん。あかんじゃん。コンビニ寄って。ガリガリしようかな。ガリガリ君食いたいな、うん、ガリガリしたいな、うん、あまあ意外と元気ですわ。もっと死んでるからまだ意外と元気で、とりあえずね、行こうと思います。ぼちぼちと。水の地の水。あの後のアクエリウマスギ検診。アクエリアスうますぎる。アクエリアスうますぎる。この時期のアクエリ最高。ガリガリ君。ガリガリ君。リガリで天国モード突入。今日2本目や。うますぎる。ちょっとあんまりね、ちょっとあんまり止めちゃいかんとこなんで、うん、まあ対象通り3車線あるから、うん、いいだろうということもないんで、はい、まあ、ちょっと食いながら。君山焼きまふ。ガリガリがガリガリもうますぎる。ほんま安うですんわ、ほんま。富山県まで走りますよ。アクエリアス飲んでね、ガリガリ君食べて、生き返りました。元気を取り戻しました、はい、夏のバラ摘み、バラおろし禁止みたいなね。これから死に出ますよ、ほんま。今年のね、夏めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。まあまあ今現在も暑いですけどね。今日はまだちょっとマシなんかな。34度ぐらいかな。34度35度
いやいや暑いしょ。なんか34度35度でまだ今日はマシやとか思また思っとる自分ね、思っとるとこがあかんよね。もうなんかもうねえ、なんか37、38がなんか普通やから、普通や、普通じゃないけどね、37、38とかね、あの行くじゃないですか、今年なんか特にね、37、38。だからなんか34度やったらちょっとマシやなぐらいの感じで思ってしまう。そんな自分が嫌だ、うん、ねえ、もうなんかなんか麻痺しとんな、うん、とりあえず富山県の、砺波市ね、ちょっとあの声にも張りが出てきました。はい、さっきまで声もね死んでましたが、大きな声が出るようになりました。アクエリアスとガリガリ君を食べて、富山県、ね、砺波市まで、ね、頑張って走りたいと思います。それでは、行きたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。